ドクターですは、1935年にデルマガジンズ社から出版された短命なパルプマガジンのタイトルおよびその雑誌でフィーチャーされたメインキャラクターの名前。書質は、オールディテクティブマガジン市1934年7月号に掲載されたエドワード・ピー・ノリスによる短編ドクターです。彼はさらに3編のドクターですものを同時に発表している。 1935年2月、オールディテクティブ・マガジンは、ドクター・デス氏としてリニューアルされた。新ストーリーは、ゾロというペンネームで、ハロルド・ワードによって書かれた。ドクター・デス氏は1935年2月、3月、4月の3号が発刊され、それぞれの号に一遍ずつ、新しい小説が掲載された。リニューアル前のドクター・デスは、直接的な犯罪者であったが、 今度の彼は一種のマッドサイエンティストとして設定された。ドクター・デスの正体はイェール大学の前教授のランス・マンダリン博士である。彼は科学の進歩と工業化に対して精神異常的な憎しみを有するオカルティストである。彼は世界を資源の私服状態に戻すことこそ使命であると信じ、ゾンビー、精霊、消滅光線、そして共産主義の理念を持って、 それをなそうとする。ドクター・デスに対抗するのは、オカルト探偵、ジミー・ホルムに率いられた組織、スカーレットエルブである。ありがとうございます。